第9代ツイードデール公爵アーサー兵は、イギリスの鳥類学者、陸軍軍人、貴族。ツイードデール公爵家の法廷推定相続人となった1862年から、爵位を継承する1876年まで、ギフォード伯爵の儀礼称号で称された。1824年11月9日、スコットランド貴族で、陸軍軍人の、第8代ツイードデール公爵ジョージ平原水と、 その妻スーザンの間の次男として生まれる。兄にジョージ兵、庶民院議員。父に先立ったため釈位告げず、長男にウィリアム兵がいる。1841年に、クレナディアガーズに将位として入隊。1845年から1846年に、かけては、インド総督初代、ハーディング死者クヘンリー・ハーディングの副官を務め、第一次祝戦争に従軍した。 1846年に大尉、1854年に中佐に昇進した。クリミア戦争に従軍し、1860年には大佐に昇進した。鳥類学者としても活躍し、鳥類の個人コレクションを作っていた。1868年から1878年にかけては、ロンドン動物学会の会長を務めた。 彼の調類学の作品は1881年に彼の老いであるロバート・ジョージ・ワード・ローラム税によって出版され、その分類表はウォールデンと呼ばれている。1876年10月に父の死によりツイードデール公爵一家の爵位を継承したが、2年後の1878年12月29日には死去した。2度結婚しているが、いずれの結婚でも子供はなく、 爵位は長男とのウィリアムが継承した。1876年10月10日の父上自閉の死により以下の爵位を継承した。1871年、王立教会フェロー。ありがとうございます。